十弁十儀は、真の劇作家、李良が別荘遺縁での生活を歌った、し、十弁十二よろし唄のうちの十弁十儀のこと。十弁十二よろし唄は、草足を山麓に結んで、門を閉じて歓挙したところ、客の訪問を受け、生は生であろうが、不便なことが多いであろうと言ったのに対して、瓶と世のしを作って答えたというもの。これに基づいて百七十一年に、 池大河が十弁帳、与佐武尊が十義帳を描き、合作した画像が十弁十義帳である。汎用的に十弁十義図とも、大河作の長弁は名高い。資本単細十義図、与佐武尊筆、資本単細十弁図、池大河筆として、1935年4月30日に、 重要文化財、1951年6月9日に国宝に指定されている。両者に制作を依頼したのは、鳴海塾の合の下郷学会である。学会は、大河の弟子で、大河が終わりに登留した際には、学会宅に宿泊するなど交流があり、大河が武村に呼びかけて、この協作が実現したという。志賀な親は、大正時代に所有者だった。 松本構造宅でこの実物を見て感動し、ザウだから自世の美術図録。大正15年間の一つに池大画の十弁帳を選んでいる。川端康成が家を買うのを諦めて、これを収集しており、現在は川端康成記念館像、長弁図、池大画図、理領が家に置いていう十の便利を絵画化したもの。 自然と共に生きる人間の豊かさを画面いっぱいに描き込んでいる。他を耕すに、水を汲むに、洗濯をするに、畑に水をやるに、釣りをするに、地を銀ずるに、脳をかするに、木こりをするに、夜の支度をするに、眺めるに敏な生活であると読んでいる。よろしあかつき、よさぶそんず。自然が、四季や時間。 天候によって移り変わるそれぞれの銃のよろしいことを絵画化したもの、線の使い分けなど自然描写が美しく廃人として生きた武尊の個性が現れている。ありがとうございます。